はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さん、あの素引きしたらゴミすぎるカードって遊戯王カードにいっぱいあるじゃないですか。ちょっとね、あれをですね、あの X で、皆さんが思う素引きしたらゴミすぎるカード教えてくださいっていう風にお聞きしたところですね、ありえない量のリプライが飛んできまして409件という、あまりにも意味わからないリプライが飛んできまして、皆さん、この素引きしたらゴミすぎるカードに悩まされてるんだなということが分かったので、今日はですね、このマイクスのポストを、ちょっと使ってですね、まあ、皆さんがどんな感じのカードに苦しめられてるのかなというのをちょっと見て、優勝、準優勝ぐらい決めていこうかなと、はい、いうふうに思ってます。早速やっていきましょう。61万件の表示があったということで、それだけ皆さん素引きしたらゴミすぎるカードに悩まされてるってことなんですけれども、まず結構やばいなと思ったのは、このメタクズ大先生の、手札なんですけどこれはティアラメンツデッキを使っていて素引きしてはいけないカードと言われているカード、大集合となってましてこの手札ガチで何も起きなくて、草何も起きないじゃん。手札を捨てるコットギミックもねえしやんか、スクリーム貼ってもティアラメンツデーもねえし、これやってますね。こういうことです。でも素引きしたらゴミすぎるカードっていうのは、まあ、例えばこの、トリビカルマとかね、この辺は素引きしたくないカードではあるよね。一応手札切る君コルスとか入ってたら強かったりするんだけどね。で、ものすごい意見多かったのはこのインクリースですね。デッキから、まあ、要は、永続トラップカード扱いで置かないといけないんですけど、ファリスでね。これインクリースって結局引きたくないから2枚入れるんですよ、デッキの中に。そうするとね、2枚来るんですよ。1枚入れたら1枚来るし、2枚入れたら2枚来るんですよ、インクリースって。そういうモンスターなんです。はい。だから、インクリースはマジで、ちなみに3枚入れたら3枚いきますからね。はい。手札に。終わりです。なので、本当にちょっと手札からも置かせるようにしていただきたい。あー、これね、ダブルアップチャンスもマジで鬱陶しいわ。思い出して腹立ってきたわ。ダブルアップチャンスは確かに、ホープデッキ使ってね、ダブルアップチャンス引くのうざすぎて2枚入れてた時期あったし、これもね、まあまあうざいね。結局、ホープダブルっていうモンスターがさ、ダブルアップチャンス持ってきてから進化するっていう効果なんですよ。こいつですね。こいつがダブルアップチャンスができないと変身できないから、実質マジで鬱陶しいんだよな。あー、ユニオンドライバーもまあまあうざいよりだな。こいつレベル5なんすよね。レベル5だからさ、何通常召喚もできねえんだこれ。で、引いても別にその装備カードとして手札からなんかその装備できるとかじゃないし、こいつはね、まあまあうざいね。あ、ダーリングコブラね。ダーリングコブラも、まあ、基本的にはそのオフリススコーピオから出してきたいカードだし、アンブロメリデスか。アンブロメリデス、の効果で、その出してきたい、まあ、モンスターになってくるんで、基本的にはデッキで眠ってないと、ギミックが死亡するんで2枚入れるカードですね、これね。あ、サンシードツインって言った人いんね。確かに。こいつな、これ腹立つよな。これサーバロン展開で、デッキからリクルートしてくるっていう魔法カードあって、それで出していきたいんですけど、これ引いちゃうとその動きできないんで、僕は2枚入れるタイプなんですね。このカードを。インクリースとか、ダーリングコブラと同じで、これ2枚入れないといけないやつなんですよ。そういうモンスターは掃除でやばい。うん。これもまあまあ、ゴミすべきゴミカードの中ではトップを走ってるかもしれないね。ジェネコンね、確かに、うざいわ。まあ、ウンディーネでジェネックスコトラ持ってきて、展開していくことが、まあ、キーになってたので、まあ、これ引いちゃうとその効果使えないからね。夢明けをとか言ってるやついるけど、怒られるぞ、これ。これ、夢明けを界隈から僕ぶち壊されるぞ、これ。画質悪すぎだろ。どうなってんだ、このスネークアイフランベルジュドラゴン。てか、なんか、フランベルジュドラゴンは別に素引きしても展開できるときあるから、なんなら強いときあるけど、これ。たまに。はい、シャンイさん。ありがとうございます。この手札やばいですね。この手札やばいですね。これ、UL デッキでは、引いてはいけない、まあ、カード、三種の神器と言われているサイフレームドライバーさん、混沌の召喚神師さん、破壊神主山さん。これ、行かれてますね、これ。これ全部引いてるの、さすがに優勝です、これ。はい。これは優勝候補。さすがに。使い道ないんだよね、こいつら。単体で引いても、あんまり。まあ、混沌の召喚神はギリ
なんかその召喚できるからまだ耐えてるかもしんねえけど、ワンチャンなアニマとかになれるかもしんねえけど、ちょっとねこれ3枚引いてんのさすがに合わせ引き優勝みたいなとこある。あ、シャドールね、シャドールーツさんですね。だからシャドールデッキとかだと、まあ一応でもあのシャドールーツ引いててもなんかそのアプカローネでなんかその引いてきた後で落とせるとかはあるから、ギリ耐えてるのかもしれんが、まあうざいわな。はい、アンティギアボックスさんですね。はい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 、ボックスさんね、これはうざいねこれうざいね。はい、あ、ダマシアもね、リバイバゴーンとかうざいよね。あ、そうで、メタルカなんかめっちゃ言ってる人いたんだけどさ、メタルカあの先の進化系のモンスターだし、本当にデッキの中入れてるメタルカデッキそデッキの中にメタルカデッキ言うて、そのレッドアイズブラックメタルドラゴンを入れてるやつ見たことないんだよな。フルアーマードギミックの魔法罠はね、マジでうざいね、マジでうざい。あれでしょ、なんだっけ、フルアーマードエクシーズとかこの辺ね、あのフォートレスでサーチしてくるときに、その1枚引いてると1枚しか素材外せなくて、なんか進化できないとかあるんですよ。こいつですね、こう鬱陶しい。一番うざいのはさ、このヒコさんも言ってくださってるんですけど、アーマートルピードの効果でドロー ついてるんですけど、こいつの効果で、このアーマートルピードの効果でドローしたら、そのフルアーマードエクシーズの方のカードを引いちゃうっていうね、この地獄調子乗ってんじゃねえぞっていうジェネレードね。ジェネレードでも一応さ、あれじゃない、あのなんかバラだっけ、これがいるからまだ耐えてるかなと個人的には思ってますけどね。一応ね、これめちゃくちゃ多かったっすね。まあ、レッドデーモンズドラゴンだけじゃないけど、まあ、スラッシュバスターモンスターたち、こいつらはね、もうね、そのもうカードデザインが、まあ、イニシエすぎて、まあ、スラッシュバスターだけじゃなくてバスターモードも素引きしたくないんだけど、このバスターモードっていうカードがデッキからしかリクルートしてこれないから、基本的にはね。だからその引いちゃったら出せねえのよこれ、スラッシュ バスターモンスターたちを。まあ、一応それの救済措置として、スラッシュバスターモードゼロか、バスターモードゼロっていうカードがあるんだけど、この手だから一応ね、スラッシュバスターモンスター出せるよみたいな効果なんだけど、今度はねこれ入れるとこれが手札事故になるんだよバスターモードゼロはバスターモードゼロと、何、スラッシュバスターを両方とも引かなきゃいけないし、でバスターモードは、スラッシュバスター引いたらあかんし、これねどっちにしても事故んだよねこのデッキ。これまあまあね終わってるから、これコナミ君ぜひね次あたりでちょっと強化していただきたいと思ってます。個人的にはスラッシュバスター好きな人多いからね。白銀の城ナビンシっていうさ、これ結構言ってる人いたんですけど、まださ家具あるから、家具で手札ぶん投げて墓地から特殊召喚とかできるんで、まだ耐えてる読みだと個人的には思ってるんですけどね、ラビルさん。まあ、うざいですけどね。あと、この、マドルチェもそうですね。マドルチェ、このね、メッセンジャーアートがね、なんかその、ホットケーキみたいなか、モンスターの効果で、出してこないと効果発動できないんですけど、基本的には。これね、引くんだよね。メッセンジャーアートめっちゃ出てくんだよ。これは確かに、うざい。マドルチェ使ってる俺もすら思ったことがある。あ、サンクチュアリか、確かに。サンクチュアリって基本的にはそのサラマングレート のリンク1のモンスターでサーチしてくる、フィールド魔法になるんですけど、これねまあ別に素引きしても展開はできるんだけど、結局1枚ハンデスにはなっちゃうんだよね。でしかもコストに、そうここに書いてあるんだけど、シメサバさんも言ってくださってるけど、コストにできないから、その単純に手札がマイナス1状態でスタートみたいなところがあるんですよ。だから結構サラマンガイト使いは結構うざいけど、まあただ、まあ別に引いてても展開はまあそのまま続けられるので、まあまだ耐えてるかなって感じはするね。あ、で結構ね、ホルスのその、要は、イムセティ以外のモンスターを素引きしたくないと、書いてくださってる方結構いたんですけど、これ逆にさ、でもさ、引いてると嬉しい時も結構多いじゃないですか。イムセティのコストって結局その、こいつらにすると、その一石の方から手を出せなくていいから、なんか割とお得みたいな時あってさ、なんか結構これは諸説あるよね。なんか俺は逆に嬉しい時あるから。あー、はい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 、スクラップゴーレムさんですね。スクラップギミック使ってる時のゴーレムさんほど鬱陶しいもありませんね。これこので一番鬱陶しいかもしれません、このカードは。素引き防止の2枚積むと2枚とも引くペプシスクラップさん面白いな。サンズにすると3カードになる、わかる。ワイバーンやファクトリーの展開すると止められなくなるのできない、そうなんだよな。
これはね、そう、あのね、スクラップゴーレムは何枚積むか問題は割と永遠の課題ではある。コバルトイーグルまだ耐えてない？なんかそのコバルト、まあもちろんうざいけど、コバルトイーグル引いても。だからこそコバルトイーグルってさ、コバルトイーグルは自分で戻れるんですよ、これ。フィールド上の砲撃中カードをデッキの一番上に戻すっていう効果があるから、だからコバルトイーグルは逆に素引きしてもまだね、救済方法があるから耐えてんのよ。どっちかというと、砲撃中は、究極砲撃中レインボードラゴンとかをホールスデッキで入れてトレードインのコストに、してる構築の方が素引きしたらうざいよ。まあ、コバルトイーグルは戻れるけど、究極砲撃中レインボードラゴンさん全く戻る気ないから、こっちの方が断然うざいね。ああ。これうざいわ！まだ、何エクレシアとかは、なんか召喚して効果発動とかできるから、まだいいんだけど、マクシムスドラグマさんマジでうざいんですよ。これ、要は、墓地に送る手段がないと、天帝の人使えねえしなんだな。墓地か、デッキからサーチするっていう効果だから、天帝が。これは確かにね、割とうざいより。ホーリーシャインボールか。確かにうざいな。まあ一応これも手札から出せるっちゃ出せるんですけど、ビーナスの効果で。ただね、まあできれば行きたくないカードの一種だわな。ゴミすぎはしないから、でも、ギリ耐えてるより手札から出せるから。手札からもう出せねえみたいなモンスターの方が、どっちかっていうとゴミすぎると言えるんじゃないでしょうか。クシャトリラビッグワンね。確かに。これな、なんか展開表を変わるしな。うざいね。うざいより。あ、マイクスさんですね。シャシャリ出てよく手札に来るんですよね。まあ、基本的にこのギータスっていうモンスターから、まあ、マイクスっていうモンスター出していきたいんですけど、マイクスさんこれわかります？なんかすごい前傾姿勢なんですよ。これイラストからもにじみ出るやる気満々感。めちゃくちゃ手札来るんですよね。はい。ギータスくんがデッキからしか出せないんで、手札が来ちゃうと何も起きないから、本当に眠っていてほしい。あ、ラドン出張のチューナーコンビね。確かに。まあ、オライオン2枚入れるもんな、絶対な。ジェットシンケロンと2枚とオライオン2枚入れてる時代懐かしいな。どんだけデッキだゴミ入ってる。あー、出ました！生物正常。これはなんかオルフェゴール使い毎回苦しめられてんだよな。これわざわざってさ、バリケードベルクとかでさ、捨ててるじゃん。普通に正常引いたらうざすぎて。だから、これは確かに、オルフェゴール使いが毎度毎度苦しめられてるから、これは引きたくないカードランキングではトップ入るかもしれん。もしかしたらオニックさんもおっしゃってますね、わざわざバリケードベルクで捨てなければならないほどのレベルですって言ってます。確かに確かに。あ、忍者デッキか。あ、確かに忍者デッキ一回使ってて、なんか交流引きまくってブチ切れそうになったことあるんでね。眠ってろマジで、やる気を出すなお前らは。あ、ディプロスね。ディプロス確かにうざいわ。忘れてた。完全に忘れてた。ダイノルフィア、ディプロスさん。まあ、ダイノルフィアっていう、まあ、ギミックは、その、基本的にその、まあ、テリジアとか、まあ、融合モンスター結構強いんですけど、これディプロスっていうモンスターがマジで、引いたところで何のアドも稼がないんですよ、ほとんど。マジでこう、融合スライになって、デッキから、墓地に叩き落とされるだけで基本的に仕事終わってるんで、こいつは。素引きしたらマジで、ほんとアドバンテージ損でしかないんで。あー、セブンスワンか。忘れてたけど確かにだな。これか、セブンスアセンション。このカードの効果で、なんかその手札に引いてしまったランクアップマジックの効果コピーするみたいな、一応効果があったと思うので、まあ一応救済措置はあるけど、まあ引きたくない、引かないに越したことはないね。初手で全部引ければ。そうなんだよな。このエクゾディアパーツは難しいところだよな。ゴミなんだけど、5枚素引きしたら勝つっていうね。確かにこの諸葛孔もうざいんだよな。この孫坊っていうカードの効果で手札に加わって出てくるみたいな感じの、要はなんかポプルスみたいな感じの効果なんだけど、普通に引いてもう何も起きないからめちゃくちゃうざい。すごっ、この手札なんだよ、やばいだろ。ディアボリックライオンね、確かにね、うざいはうざいんだよね。その、たまにさ、コストになったらめっちゃ強い時あるんだけど、ファリスとかの。コストとか、ユーゴさんやったらめっちゃ強い時あるんだけど、これ2枚はいないんだよね。2枚目。なんかあれだよな。パラレデクシドみたいなもんだわ。そう、1枚は欲しいけど2枚だ、みたいな。インクリース2枚とディアボリックライオン2枚はこれ優勝でしょ。なかなかの手札してるね、これ。いや、ざっと全部見たかな。ざっと409件というね、もうありえない量のリプライと、あとまあ、引用。を見させていただいたんですが、もう皆さんね、
ほんと歴戦の雄って感じで、すべきしたら込みすぎるかのに、まあ、みんな悩まされてるんだなということがよくわかりました。ということで、ちょっと優勝、準優勝、まあ、3位発表していきたいと思います。第3位は、謎のなどたさん、すべきしてはいけないヒーローモンスター4枚全引き。何も大きい、しかも引いてるのまさかのミラクルフュージョンっていうね。ミラクルフュージョンは手だから融合できないから、フィールドか墓地に送らないといけないモンスターを、まあ、それも する手段すらないということで、これなかなか、まあ、その全体的な手札を含めて第3位とさせていただきます。第2位は、合わせ技1本、シャーインさんの、ユエルのお友達、三種の神器。たまにこれの手札でも勝つときあるけどね、ユベルって割となんかその他の2枚が強いと勝つときあるんだけど、まあ引きたくはないからこれね、まあ、結構芸術的な引きしてるなと思ったので、まあ、これ第2位にさせていただきたいと思います。はい、そして、栄えある第1位は、優勝は、メタクズニキの、完璧な手札。これ行かれてるだろ、これ多分これ G 打ったんだろうね、これ多分先行相手取られて G 打って G 通ってなんか4枚くらいドローしたら何も起きんかったみたいな多分ハンドだと思うんですけど、でもこんなことあるんだね。ティアメンツってなんだかんだなんか引いたら結構動き出して、しかも手数もまあまあ多いイメージあったんですけど、確かにこの手数は何も起きないな。ティアメンツネームもねえしな、ワンチャンこれスクリーム貼ってティアメンツネーム1体でも入れやね、ワンチャンそのなんか何かが巻き起こる可能性すら あったんだけど、全然これはやばいわな。はい、というわけで変身なのになんか10万回ぐらい表示されてるのすごくないこれ。ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、皆さんもねたくさんすべきしたらゴミすぎるカードあると思うので、よかったらここに書いておいていただけると、もしかしたらこのコメント欄を見てね、あのコナミさんが救済措置をしてくれる可能性があるんで、まあ、個人的にはちょっとバスターモードをマジで救済してほしいな。うん、頼むわ。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあな。